はい、秋田比内屋、大館本店に来ました。比内地鶏の親子丼を食べたいなと思ってます。ネギマグシと、はい、ありがとう。あと、こちらは串焼きのレバー串です。お店のおすすめの、焼き鳥ですね。こちらが、もつ関東串。ありがとう。これがね、お店のおすすめです。こちらが比内地鶏の親子丼です。卵がトロトロですね。よくさんとあそちゃんのご満悦でございます。グー、生ハゲ館に来ました。すごいですね、生ハゲがいっぱい。うわすごいわ。それぞれね、表情が全然違いますね。すごいですよね。こちらは結構ね、顔の大きいナマハゲが多いですよね。なかなかすごいですね。地域の名前がね、足元に入ってますね。それぞれお面自体が地域によっていろいろとこう、独自に作られているようですね。表情が全然違いますよね。こちらの、生ハゲの、赤色と緑色、岡本太郎氏が、すごくこれを見てインスピレーションを受けたというふうに言われているそうです。こちらは売店です。肉布団巻いてますんでね、大丈夫ですよ、寒くないです。ちょっと今日はね、寒いですから、はい、なかなか売れ行きが、はい、そうなんですね、実は、
や、秋田に来たんでちょっと食べたいなと思ってたんですけどね。はい、ありがとうございます。今日お帰りですか？そうなんです。あ、今日明日ですね。明日ですか？明日ですね。ちょっと帰れるかどうかが分かんなくてね。あ、そうですね。そうなんですよ。あ、今日車じゃないんですか、ね、そう、飛行機。あ、レンタカーでね。来てるんですけど、ここまでは飛行機で来てます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗ですね。はい。コーンはね、日清さんのコーンですね。はい。お仕事で大変お世話になってる会社さんですね。そうなんです。大阪本社ですよ。うん。ババヘラアイスです。秋田名物ですね。あ、そうですね。はーい。よいしょ。はーい。